皆様こんばんは。はい、令和6年武田恒康チャンネル、最初の放送回です。そして今日はゲストに折島一平さんをお招きしております。どうも、武田恒康チャンネルをご視聴の皆様、まず最初に全力で、謝らせてください、完全に人選ミスですよ。本当に一番ね、だってこんな場違いな人間ね、読んじゃダメですよ武田さん。いやいや、そんなことはもう正月を飾るにふさわしいゲストをお招きできたと思っておりますので、これはですね、ちょっとまあ、一番最初に申し上げておいた方がよろしいかと存じますんで、まあ、今年ばかりはね、明けましておめでとうございますってこう全力でね、満面の笑みで申し上げるわけにはいかない口開けになってしまったと思いますんで、普通だったらね、おめでとうございます、もうね、全身全霊でわーっといきたいところなんですけど、まあそれはもう申し上げるまでもないところなんでね、まあ、それをお含みおきいただいた上でですね、でもやっぱり人選ミスじゃないですか。いや、そんなことはないと思うんですけどもね。私でも雑談しかできませんよ、本当に。もうね正月にふさわしい方をですね、いやいやいや、お招きできたと思っております。もうとんでもない、間違いにも程がありますから、もう、はい、だってこれ視聴者ですね、皆さん、これ、はい、なんかこれ教則ってやつですか、これ。よくその名前を知ってます ね。これだってお殿様がこうやるやつでしょ。はい、ね、その名前を知ってる人は普通いないです。いや、普通ね、お殿様がとかこう大官がこう、はいはいはい、越前屋とかいう時に使うやつですよ。そうそうですね、私初めて本物あ、そうですか。もうまさかまさかもう、いやいやいや、もうね、本当にもう、はい、いつもね、この田中屋さんはもう夏の、ね、夏膳でお邪魔することが多いんですけど、御用達のお店なんですか。はい、そう、この番組でね、毎年ですけども、す、ね、お正月膳では初めてですね。はい、まあ、ちょっとですね、まず冒頭にこの、1月1日にですね、大変深刻な地震がありました、はい、ご覧になっている方もですね、もしかしたらご自身が被災されている方もいらっしゃるかも分かりませんし、お友達ご親戚などがですね、被災されている方もいらっしゃると思います。まずはですね、お見舞いを申し上げたいということと、謹んでお見舞いとお悔やみ申し上げま す。ね、亡くなられた方もね、なんか毎日増えちゃってるじゃないですか、はい、そうですね、また、ね、救助を待ってる方もね、いらっしゃると思いますので、そして2日には飛行機の衝突事故がありました。やりきれないですよ。ですね、こんな立て続く正月って人生で初めてのような気がしますよね。だって正月っていうのはおめでたい話で盛り上がるものですから、なかなかこの1日2日でこれだけのことが起きたというのは、まあ、ちょっとこれまでに記憶にないことですね。それで3日目は東京の秋葉原でなんかおかしな ね、はい、なんか刃物振り回した子が捕まってっていうのがありましたしね。はい、まあそんな幕開けでしたけれども、まあ、少しでもこの私たち身を引き締めてですね、今年を乗り切っていくというですね、もうどうせ立て続くならもう1月のうちに全部、来てくれないかって、ね、もちろんフォントな言い方なのは逆も承知の上で言うんですけど、なんかそう言いたくもなりますよね。そうですね、本当になんかですから一般参加がね、この中止になったというのも、結局去年も制限がありまして、その前もって、まあ、くじ引きみたいに当選した人しか行けなかったわけですね、はいはい、それより前はずっとコロナで一般参加そのものがなかったわけで、ようやく正常な形の一般参加がということを楽しみになさせた方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、両陛下の思いで、今年は中止ということになりましたね。もうお察し申し上げるにあまりあるよ、ね、もう環境がというか状況が状況ですからね。そうですよね、まあ、そういう正月ではありますけれども、まあね、第1回目の放送ということで、はい、まあ、ちょっと地震のこと事故のこともですね、振り返りつつ、今日はもうゲストの折島さんにですね、存分楽しんでいただきたいなと。ということでございます。もう宴は宴でも、私はもう心境的には針のむしろの上の宴ですね。いや、これそんなことないですよ、本当。そうね、はい、慣れないんですよ、こういう立派なところも。いやいや、すごい似合ってますよ。どこがですか、もう、ちょっとこんな感じで、ね、でどうかね、だってこれあれでしょ、はい、自民党の総裁選の相談する場所ですよね、こう完全に。おい、次の選挙どうするっていう、そういうとこでしょ。あ、なんか、まあ、ここはですね、横浜ですからね。はい、で田中さんは初めて。あ、もちろんです、はい、もちろんです。まあ、この番組をね、前からご覧の方はご存知でしょうけども、知らない方もいらっしゃると思うので、一応ですね、ちょっと解説しておきたいんですけども、ここは龍馬の、坂本龍馬の奥様だったお龍さんが仲居さんとして働いていたお店でございます。あれでしょ、はい、日本最初の
新婚旅行やったカップルですよね。そうそうそう、鹿児島にね、あの指宿の方の温泉でしたっけ。あ、そうです、霧島の方かどっかでしたっけ、ね、霧島も行きましたね、そして雨の坂鉾を、ね、抜こうとしたっていうね、はいはい、話が残ってますけど、やんちゃなカップル。そうです、そのお寮さんが中井さんとして働いていた場所でございまして、そしてこのここはですね、東海道の、神奈川宿というところにあるんですけど、ですから浮世絵にもう神奈川宿描かれてるわけ でここが田中屋さんかどうかはまあちょっとわからないですけども、ここにね、まあ、宿場町ですから何軒もですね料理屋さんとか旅館とかが並んでいたということです。あ、今ちょっとね出てる映像ですけども、これが旧東海道ですね。右の方に道がありますけれども、53次ですね。で左の方にいろいろとお店が並んでますよね。そこでポイントはですね、この建物の左側はダーッと海ですけれども、今は見渡す限りの市街地ですからね全部埋め立てということで、そうですよね、ですからちょうどこの船があるちょっと先ぐらいが横浜駅でございます、はい。でまあ宿場町いくつかありますけれども、品川を出て、一泊する、京都とか大阪に行く人たちが、まず一泊をするのが大体この神奈川宿ということなわけですね。で私小学校の時に、学校の部活で歩く会って入ってたんです、でそこで、毎年築地から、館内まで歩くっていうのをやってました。なかなかの距離ですね、小学生 で、これ小学生でこれどういうことかというと福沢諭吉先生が当時慶應義塾は築地にありましたから、蘭学、オランダ語を勉強してましたよね、で自分の蘭学がどれだけ使えるか試してみようって言って、館内に行くということで、もう夜のうちに築地を出て、東海道を歩いて、そして横浜神奈川通って館内に行って、そして、オランダ語を試すと、そしたら全然オランダ語が通じなかったってショックを受けるんですけども、実はみんな英語だったという、これからオランダ語じゃないと英語の時代だってことになって英語を勉強してみた。で館内に行って歩いてまた築地に戻ってきたというのを、やろうという企画なんですね。追体験の。そうです、朝6時に築地を出て、歩いて館内まで行くわけですよ。ですともうそこの道を私ね毎年歩いてたの、毎年で朝6時に出て、ここら辺、朝6時に出てこの辺がね、大体ねもう4時とか5時、4時ぐらいかな、ですからもうちょっと暗くなり、ちょっともう夕方になりかけた頃にちょうどここですから、ですから品川都心あたりを出て、ちょうど一泊するのに良いところですね。なんかこう行軍みたいですよね。あ、そうです、そうです。どっかね、八甲田山じゃないけど。でも小学生ですからね、もう走り回ってましたけどね、そんなんで夕方6時ぐらい、だから12時間ぐらいかけていくんですけど、だからね、毎年通ってたのでね、こうやってね毎年田中屋さんでやるようになってちょっと感慨深いわけですけども、いや思い出アルバムじゃないですか、完全に。そうなんですよ。で道道ね、これちょっと見ていただくとですね、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、これ目の前ちょっと埋め立て地みたいになってるとこが、これ横浜ですからね、線路ね、でさっきのこちらはもう全部海ですけども、こちらはもうちょっと埋め立てて横浜駅ができ始めてるということですね。でこの田中屋さん、今はもうだいぶ小さくなってしまったんですけども、かつてはね、大きな料理旅館だったということで、今はもう半分か3分の1ぐらいみたいですけどもね。それでも随分大きいですけどね。そうですね、あ、で縮小されてもこれって言いたくなるぐらい、立派な料亭ですからね、でそうそう、私が小学生の時は、あくまでも福沢諭吉先生が歩いた道をということなので、海だったところは歩いてはいけないというそこ行けばすぐじゃないかと思うんだけども、旧東海道を歩くということだった。ぐるーっと回ってですね、忠実に、もうここに行きたいから行けばいいんだけども、そこは海だということで、旧東海道どう歩いてたということでございます、皆様もうここからお料理が出てくる、お料理と、ね、お酒がね、ね、いつものお酒が出てまいりました。いやなんだかもう本当も申し訳ないですね、もうなんかこう、これを仕事と言っていいのかと、私はもう立派な仕事ですから、もう、すいませんね、いつもねこのお酒がボンというお酒なんですけども、大変私が、好きなお酒なんですけども、よかったらちょっと一緒に、すいません、どうもお世話になります、
ボンですね。ボン。ボン。はい。あのボン。林の下に平凡のボンみたいな。サンスクリット語のっていう時のボン語のボン。ボン語のボンですね。はい。へえ、はい。ボンと聞いてサンスクリットって出てくる。あ、ゲストこちらから。あ、恐縮です。そこはまたね、素晴らしいところ。あ、中井さんね。はい。そう、凡字のボンでございます。いやあ、はい、すいません。いはい、ありがとうございます。それで では本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそではお招きに預かり恐縮です。ありがとうございます。ございます。じゃあすいません、失礼していただきます。あ、どうでしょう。これちょっと美味しいですよね。うまいですねこれ、はい、もうねクイクイいっちゃうのでね、ちょっとセーブしながらちょっとみんな、ね、トロッとしてね、舌触りが、はい、いいですね、はい、ちょっと国酒味噌ぎとはまだ全然違うタイプのお酒ですけど、味噌ぎもね美味しかったですけど、ありがとうございます。ちなみに武田さん、これまあ多少雑談お許しいただけますか。はいはい、もちろんですよ、はい、私さっきボンって言われてボンゴって言ったのね、私実は、はい、最初ね、はい、現役の時駒澤大学行ったんですよ。おお、そうですか、駒澤大学、はいはい、都立上等っていうところの高校、はいはいはい、まさに仏教のね。そうですそうです、でやっぱりほら90年代とか、はい、あの頃っていうとなんか二戸駒仙とか、はい、中畑清の母校とか、うんうん、久保田利伸さんとかね、はいはい、それから若くしてお亡くなりになりましたけど、ほらオバタリアンとか、はい、じゃないや違う、あれ別の漫画だったな。中尊寺由津子さんって、はい、漫画家さんいらっしゃったの覚えてません、どんな作品でしょう。女性の、ね、バブルをこう、はい、バブルの風潮をね、うんうんうん、こうからかうような漫画の作品ですごい人気だった方なんですけど、その方なんかがその駒澤が送り出したスターみたいな感じで、あんまり仏教系大学っていうイメージは正直なかったんですよね。でももうバリバリの仏教系ですもんね。でそれを私後付けで知って、後で知ったで、なんで知ったかというとですね、高校時代に全然そのサボりまくってたもんですからね、まあ、成績最悪だったんですけど、なんとかいけるとこねえかなってこうぼんやり探してたら、はい、完全ふてくされ高校生だった時に坂口安吾に傾倒しましてね、はいはい、で坂口安吾が東洋大学でインド哲学本文学をその研究してたと、はいはい、サンスクリット語とかパーリー語とかやってたっていうのをそのこう知って、おいよしこれだっつって、それで何のお寺の息子でも何でもないのに、でしかもこの偏差値なら何とか潜り込めるんじゃないかって言って、まあ、東洋のインド哲学は落ちましたけど、駒沢の仏教学部仏教学科ってところに潜り込んだんですよ。仏教学部仏教学科、そこ行ったら暗号と同じその仏教の勉強できるだと思って行ったんですよ。そうですか、これでサンスクリット語、はいはい、18歳行くでしょ、はい、こちら世田谷のね駒沢、はい、もちろん駒沢だから当たり前なんですけど、行動で入学式やるんですよ、はいはい、で経営学部とね、はい、仏教学部と何学部か合同でやるんですよ、はいはいはい、そしたらもうね、はい、考えが浅かったですね私は。おやっぱり18で、はい、その暗号にしびれちゃったのか なんとかぐらいでね、安易に決めちゃいけませんね私以外全員坊主頭。ああそう、全員もう全員坊主頭ですよ。仏教学科、これでそうでもう滑り来てねもう見回してプリズンブレイクかバカ野郎みたいなそういう状態で私だけこんなあってこれでねどんちょが降りてるんですよ。グワーって上がっていったら奥に巨大な仏像そっか、上がったら奥に巨大な仏像がある、ね、でまだほら世の中オウム真理教の事件が勃発する前だから、はいはい、巨大な仏像がこんなあって、はい、どんちょ上がったら、これで今朝来た教授陣が横一列にガーッ、教授陣今朝、はい、今朝来て出てくるんですよでそれが新入生前にして合唱して、皆さんこれから平成5年度みたいな調子でこんなダミ声で入学式を挙行します、合唱してくださいナムみたいなやって、その瞬間に我謝てりと思いましたね。友達みんな坊主頭。そうですそうです。でごく稀に私みたいに全然間違ってて いけないですよね、なんか真面目に仏教の勉強しようと思って入ってきたんでしょうけど、女の子なんかも一応
ポロポロとはいるんですよ。女の子も。いやいやいや、まさかまさか、あのそれは右発です。ちゃんと髪伸ばしてる子はいるんですけど、もう8割までは坊主頭で。あ、そうですか。うわっていう。浄土真宗はね、髪生やしてオッケーですもんね。はい、ただ駒沢は一応曹洞宗なんで。あ、そうか、曹洞宗か。曹洞宗で全仏教、全のあれなんですよ。じゃあ浄土真宗の人あんまりいない。そうなんです。そうなんです。そうですか。で、そこで。はい、潜り込んじゃって、あーすいません、ごめんなさい、話が、あ、お食事が、すいません、タイミングごめんなさいね、すいません、そんな状況ですか、えらい目に遭いまして、そこでね、はい、入ったのがサンスクリット文学研究会ってところでサークルで誘われて、ボン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 で、あのほら、ボンジってこんな、こんなですね、こんな、こんなでよ、そう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 、あーすいません、実際行きましたね、いや、ボンでこんな話盛り上がるのちょっと想定してなかったですけどそれをね3年生かなんかに講義されるんですよ、はい、でなんかこう要するに盆字のアルファベットっていうか、はいはい、そのアイウェイオみたいなのこうわーっと書かれ、書かれて、ホワイトボードですよ、こんなとかこんなのとか、それ覚えたんですか、でそれをじゃあの、僕の発音した後にあの言ってくれるって、じゃあこの音うんとか、いや言えない言えないできない発音、できないって言いました、ね、発音不能なやつ、それを全部やられて2度目の我謝ってりですよ、それでもう 4ヶ月ぐらいでやめ、あこれはもうこれもとてもここは持たないって言うんで、やめて翌年早稲田に入り直した、それでですか、そうなんです、すいません余談が長くなりました、3年間いたんですか、いやですからもう1年もう入学して4ヶ月も、4ヶ月だ、それですぐもう辞めちゃいました、で2回謝ったと思って、ええ、もう辞めた、いやうっかり手だと思って、じゃあちょっと、はい、すみません、あ、分かりました、はい、あすいません、まずですね、でお名前を聞いてくださいって言われてるんですけども、すいません、申し訳ないです、私の名前は、酒井千奈と言います、千奈さんですね、はい、千奈さん、よろしくお願いいたします、あのお差し支えなければ、ね、千奈さんというお名前はどうお書きするんですか、千葉県の地、千に、はい、奈良県の、あ素敵な字面ですね、綺麗、ね、な字ですね、じゃあちょっとどんなお料理か、はい、お願いいたします、では奥の青い器から失礼いたします、はい、こちらにございますものが菜の花のからしびたしでございます、はい、結構ですね、はい、はい、でその左側の器にございますものが、はい、こちらが干し柿と大根と人参のごまえでございます、はい、で上に揚げたスルメと氷餅が乗っております、はい、でその右側黒い器に移りまして、そちらがナマコとおろし芋でございます、はいはい、で最後真ん中下の黄色い器にございますもの、左からカニの棒寿司でございます、で真ん中が合鴨、それから最後にフキノトウの薄衣も揚げでございます、はい、はい、ありがとうございます、こう、はい、箸を、はい、つけにくいですね、そうですか、ここ見事にこの、絵が絵みたいなね、いや、写真を撮っておきましょうね、いや、参りましたね、本当にもうペース配分気をつけないと、でそのサンスクリット語は発音できるようになったんですか、やりませんよ、うーとかね、おーとかね、いや、あのもうあの改めてね、あの尊敬し直しました、はい、あれをちゃんとそのマスターして、そのね、あの、はい、文献とか読めてっていう、はい、ですからそのね、皆さんもあの、はい、まあ檀家さんとかそのね、うちはあの仏教だからっていう方はあのお心当たりおありでしょうけど、お寺なんか行くとその外おばにこう、はいはい、独特のあの盆字でそのね、書いてあるでしょ、あれがそのだって自在に読めてわかるわけだから、大したもんだなっていう、じゃあちょっと盆語ですね、ぜひぜひ、ありがとうございます、どうぞどうぞ、いや本当に、あの京都の、あの寺町とか行くと、もう仏教教専門書の古本屋さんとかあるじゃないですか、はいはい、もうみんな ね軒も並みそうですよね、はい、うん、すごいですよね、すごいで成り立ってるわけで、まあ、まあ、失礼で、まあ、当たり前ですけど、私がなんか 本屋さんいたら、あのお坊さんがひわー入ってきて注文してたら、あれ来てますか、来てますよとか、お会計8万いくらとか言って、2冊ぐらいで、あーって感じでしたけど、いやいい眺めですよね、あの辺のね、そうそう、うん、はい、
そうなんですよ。サンスクリットは仏典の言葉で、なんかやや口語に近いのがパーリー語ってらしいんですけど、アンゴがやってたのはそのパーリー語だとかなんとかっていう。パーリーピーポーとはあんま変わらない。飛ばされますね。全然違う。対局、対局、もう対局ですね。あの人たち喋ってんのは何語です？うん、パーリー語？今口語で、あ。パーリー語はボンジュー、ボンゴを口語にしたのがパーリー語ですか。いやいや口語に近いものがパーリー語っていうことらしいんですけどね。もうその辺のもうごく浅い上積みをこう触るのだけがもう精一杯で、まあ尻尾巻いて逃げましたね。でも確かに工学館大学の神道学科って言ったら、そりゃもう神社の息子さん娘さんしかいないですからね。あーはーはー、じゃあもう誰もがこう祝詞をあげられるのが当たり前。そんな感じですよね。そこにで周り神主さんみたいな人多分いないと思うんですけど、多分それの仏教版ですもんね。そうですね、そうですね、完全にそうです。ですよね。あ、どうぞどうぞ。じゃあいただきます。いやもう大好物なんですよ、この。じゃあこの菜の花から、はいはい、頂戴します。すね、いただきます、ね。春ですね。春ですね。はい、いやいただきます。うん、もう夏の禅と全然違いますね。でも冬ですからね、はい、あ、これは冬はね、あの素材がね、いろいろありますからね、春のもの、冬のもの、いいですね。うん、なんかちょっと食いしん坊万歳みたいな気分になってきましたね。食いしん坊万歳。え、どうですか。まあこの番組はですね、あの対談しながらご飯じゃなくて、ねね、ご飯ですからね。あ、麺こっち。麺、ご飯ですから。一応対談。あ、一応対談なんですか。ね、堀島さんとご飯を食べるのをちょっと皆さんに覗いていただいてるっていう感じかなと思ったんですけども。対談番組ですね。あ、もう、いやいやもう。うん、美味しいぞ。もうね、私の世代だと渡辺文夫とかね、うん、村野武則の食いしん坊万歳がね、懐かしいですね、思い出してしまいますからね。今日はね、田中さんって結構な場所ですね、あの坂本龍馬のですね、あの奥さんがあの中井働きをしていたというですね、大変結構なあの宿場の由緒正しい名残を残したやつがですね、お料理をいただくというですね、早速誰が分かる。いや今時誰が分かる。若い人は分かんないかもしれない。あそうですか。あ、よかったよかった。っあ、そうですか。あ、よかったよかった。ね、村の武典さんの食いしん坊万歳で、ね、懐かしいですよね。懐かしいですよ。好きだったんですよ、私。懐かしいですよ。そうですよ。お正月は仕事ですか。ありがたいことに。はい。元日から2、3とあの上野と浅草の寄席掛け持ちでしたね。ああ、そうでしたか。あ、掛け持ちでね。上野の鈴本演芸場と浅草の東洋館と、はいはいはい、そうでしたか。もうですからコロナがねやっと収まったっていうことで、はい、もう立ち見の出る盛況で、はいはい、でもね1日に地震で2日に事故でね、なんかちょっと皆さんもどうでしたか、お客さんのこう雰囲気というか、うん、まあですからまあひとまずもうまあ他の話し家さんたちももうそれにはもう触れる余地もないっていうか、それですよね、で元日は確かの舞台立ってる時に幽霊が来たんですよ。あ、そうでしたか、あれなんかおかしくないっていうので、まさかでも能登であんなことになってるとは、あの段階では分かりませんから、はいはいはい、そうでしょう。東京で震度 3?2とか3とかって、あの最初に入って一方はそうでしたね。そうでした。私あの長野の方にいたので、もうちょっと近い方でしたからもうちょっと揺れたんですけどね、あでしょうね、はい、そうでしたか。関西も、あ関西もね、そうでしたか。いやでもちょっと折島さんとはね、あの久しぶりにお会いすることができまして、あのよかったです。以前あの夜のコーヒーに、あそうですね、あの夜のコーヒーにご出演いただいたことがあるんですよ。ですからあの夜のコーヒー見てる方はねご存知ですけれども、武田チャンネルでは初登場でございますね。そうですね、あ、はい、今更ながら初めまして。あ、初めまして。ほとんど皆さん、ね、挨拶が遅いよって、いやいやいや、ごめんなさいね。ほとんど皆さんご存知だと思います。いやいやいや、あ、ちゃんとじゃ あの自己紹介を、はい、あ、私折島一平と申しまして、
漫才コンビの時は米粒社協というコンビをね、三九達夫という、男と組んでもう20年以上になるんですけれども、はい、ピン芸人一人の時は戦後生まれの少尉軍人大本営発表という名前でですね浴衣に旧帝国陸軍の軍帽をかぶりまして、はいはい、絶叫する、軍国漫談、はい、その他、はい、いろいろ垂れ流しております、渡辺エンターテインメント事務所は、はい、落語協会とボーイズバラエティ協会所属の、はい、零細芸人でございます。どうぞお見知りおきのほどよろしくお願いします今日はあのここ貸し切りですから、あ、発狂していただいて大丈夫ですのでね。いや贅沢ですね。とにかく贅沢ですね。もうやっぱこの、うん、ね、この番組見てくださってる方はやっぱ折島ファン多いと思いますよ。そうですか。もう、はい、ブーイングの嵐になってなきゃいいなと思ってきたんですけど。いやもうみんなもうパチパチで、ありがとうございます。もうね、いやもうそれは、はい、まあでも武田さんのチャンネルの視聴者の皆さんは大体ね、皆さん基本的に紳士淑女でしょ皆さん時々ね荒れることありますけど、ね、荒れることあるんですか。はい、あの12月結構荒れましたけどね。あ、そうですか。ちょっと深い事情がありましてね。まあまあたまにはね、はい、たまには波乱も起きなきゃね、彩りがね乏しいのは寂しいですから。時々アウェーなことありますからね。そうですか。分からないもんですね。番組潰してやるみたいにうわー来ることありましたからね。へえー、そうですか。でそれをこう、うん、ひっくり返していくのがね重要なんですけれどもそうです。思想心情の違う人がね見に来てくれるのもね、ああ、はい、ということでして、まだあ、ボンが美味しい。このまたナマコがたまらんね。あの正月のナマコはいいですよね。完食ですねこれ、はい、なんとも言えないですねこれ。折島さんは食べ物で好きなものは何ですか。いやあの基本的にあの好き嫌いはない方なんですけど。なんで、あ、そうですか。あのそうですね、強いて言えば漬物を積極的に食べはしないぐらいでして、あ、あとはもう ほぼ逆にこの食材は目がないみたいなもんな。そうですね、何ですかね、何だろう、何でしょうね。なんか和食ばっか食べてるイメージですけど実際は。あ、そんなことないですよ。どうですか、和食以外も。あ、折島さんがナポリタンとか食べてたら、ええ、ってなる。いやいや、喜んで食べますよ。口の周り真っ赤にしてべちょべちょにして食べますよ。そうですか、そうですか。あのですね、正直に告白するとあれですね、うん、白状すればあの、うん、エスニックにあんまり興味ないかもしれませんね。あ、そうですか、じゃあタイ料理とか、タイとかインドネシアとか、あのベトナム、うんうんうん、まあ、あの誘われれば喜んで行くんですけど、はいはいはい、自分からあの行きつけにしてる店があったりとか、あとあの韓国料理もいろいろ最近種類がわっと増えてきてるじゃないですか、はい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 、正直あの焼肉以外でなんかこうなんとか家庭料理とか言われてもあんまり個人的にはピンときませんね。韓国系ちょっと焼肉ですもんね、あれ日本料理ですからね。まあまあまあ、ああいう焼肉屋さんは韓国にないですからね。ああ、じゃあですからね、エスニックって言われるとそうですね。じゃあ洋食は普通に召し上がり、はい、中華料理は、あ、はいはい、あ普通に召し上がる、ええ、でもあの満館全席みたいなのはダメですよ。満館全席もなんかこうあのいや そういうよう な, なんか そこまでいかなくてもなんかこう、ね、あるじゃないですか、普通の中華料理。ああいうのはちょっと、もう本当に、あ、そうですか。もうあのいわゆる、マックとか食べたりするんですか。行きませんね。いやそうですよね。行きませんね。だって上島さんがねこうビッグマックとか食べてたら、ってなりますよ。私あの大体あのなんとかバーガーとか長い名前あるじゃないですか、あれ発音するのは恥ずかしいんですよ。恥ずかしいんですよ。カウンターで、はい、そうですか、なんとかフィレオフィッシュなんとかかんとかって長い名前とか、はい、武田さんのスターバックスとか普通に行けます？いやあんま行かないですよ。トールとか言うでしょう。そうですよね、あいつら なんとか多めとかね、ねえ、はい、あれもうトールってなんだよってトールって言ったら渡辺トールとかねそっち、そっちのものだと思うでしょ。なんかトールとかショートとか、ね、そうもうあれが、ね、もうダメなんですよ、で、ね、横文字、ね、横文字の、そう、あとね、なんだか分からないけどあの窓際に座ってる人に限ってね、あの意味もなくノートパソコン広げてるでしょ、なんか、もうあれ見てるとね、お前それ本当に仕事かみたいなね
案外違うんじゃないのなんてね、うんうん、でもねスタバでノートパソコン広げてっていうのが、ね、もうね、ああっていうね、だってなんか注文してる言葉がよく分かんない、ね、分かんないですよ、全然分かんないですよ、でなんかミルクがどうな、うん、何をクリームがああだこうだって言ってんでしょうけど、なんかね暗号みたいですよ、ね、そうですそうです、それであれでしょ、あの絵描いたりするんでしょ、なんかエスプレッソとかなんかこれね、なんかね、こね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 何描いたりするでしょそんなこと知りひまったら別のことやればいいじゃないかって、別のところの品質向上になんか努力すればいいじゃないかって思っちゃいますけどね、こういうこと言うから嫌われるんで、じゃあ吉野家とかは行くんですか。でいやもう牛飯は好きですよ。牛飯やっぱそうですよね、牛飯はもう、だって武田さんはあの私の世代だったらもうあれでしょ、はい、この完全に筋肉マンでしょ、筋肉マンでしょ、あそうですよ、牛丼一筋300年、はい、早いの安いのうまいの、あの300年の根拠がよく分からなかったんですけどねあれ途中からアニメの方だと80年とかなんかいろいろ変えてたよ、あそうなんです、300年はちょっと訂正が入ったんですか、ね、だって300年はさすがにね、さすがに言い過ぎ、あ、そうですね、徳川は300年じゃないんだからっていろいろと、ね、ちょっとあのたまにはちょっと、ね、あじゃあじゃあ、はいはいはい、ありがとうございます、ね、すいませんなんだかこれちょっと進みますでしょ、いやもう ね気をつけないといけない、ボンボンはね、はいはいはい、どうぞどうぞ、あいやなるほど、これ大島さんはお酒はかなり強い方ですか、そういう、自分であまりこう言うべきじゃないかもしれませんけど、はい、弱いと言われたことはないですね、あ人様から、それは相当強いんですよね、一緒にお酒飲むの多分初めて、あ、そうなりますか。ですよね。あ、はい、でもね、私の中ではもう随分弱くなりましたよ。あ、そうですか。本当にもうコトンとすぐ泣いて寝るようになりましたしね。あ、そうですか。そうですね。やっぱり飲むのは日本酒。日本酒、はい、あのね、ブランデー以外はなんだかもう全部、あ、ブランデー以外ますね。じゃあ一番好きで飲むお酒は何ですか。あ、今でも量で言ったらなんだろう。やっぱ日本酒とワインと。はいはい、ゴブゴブぐらいになるんですかね。あ、日本酒、あ、ワインですね。そうですか。で何しろあのライブやってるじゃないですか、はいはい、でそうするともうあの地方行っても、うんうん、まあ、東京でライブやってもお客さんがやたらと、うんうん、とにかく勝手にあの大酒飲みっていう風にこうあのイメージを刷り込まれてるお客様がだいぶ多いようでしてね、私何も要求した覚えないんですけど、なんかねこれ美味しいですからってやたらとお酒をいただくようになっちゃいましてね、なんかマイクが調子悪い、割れてる？戻った？戻った？なんか音が割れてるという話がありましたけど、大丈夫かな？大丈夫ですか？私のマイクですか？大丈夫ですか？大丈夫。あ、なんたって。よかったよかった。うん。マイクに紐が当たってる。ああ、こっちそうかもしれない。こっちだ。ちょっとこれ、これで、これでいいのかな？大丈夫かな、うん、こっちでしたね。でもあの酒のあのあれですね、こう順番っていうのはあの浮気してこういろいろ寄り道すると偉くなりますね、酔いやすいってことですか、酔いやすくなっちゃって、ですからねビール飲んだ後、はい、あの薄みっともない話、私はあの痛風持ちなもんですから、はい、今は完全にアンダーコントロールしてるんですけど、あー、はい、ビールはだからもう最初のちょっとぐらいでもう控えて、であとは焼酎にとかハイボールに行くか、うんうん、日本酒に行ってワインに行くからなんですけど、はいはい、日本酒なら日本酒で、はい、そのもうずっと動かないでの方が余韻の周りがあれですね、そっからワインに行っちゃったり、うんうん、うん、あ、じゃあちょっとそのウイスキーうまそうだからなんてやっちゃうとえらいことになりますよね、うんうん、どうですか、あれは気をつけないと用心してますと言いつつと言いつつ飲んじゃってるんですけどね、やっぱりこの折島さんを知ってる方はね、そのまあ、もちろん博学でいろんなことをご存知ということですけども、やっぱりこの歴史がね特にお詳しくてらっしゃるので、その歴史好きになったきっかけって何なんですか。あー、なんですかね、もう本当そのもう これがっていう決定的な出来事とか、はい、そのきっかけみたいな記憶がもうないんですよ、うん、その、まあ、強いて言えば、はい、亡くなったその祖父じいさんですね、あ、おじいさま、じいさんがその、はい、陸軍の軍人、うん、元い軍人でしたから、うんうんうん、気がついたらじいさんの膝の上でいろいろその軍人の階級がどうだとか、あ、その時か、もう3つか4つぐらいだったと思うんですけど、そのぐらいに3つ4つのうちから、こうなんかこういろいろ面白がって、うん、でじいさんはじいさんでやっぱりあの
それ今日そんな質問には今日が当然乗るじゃないですか。いやそうですよね。あのやたら、もう手取り足取りっていう、ね、おじいさんが直接薫陶を受けた、それはもう筋金入りですね。でそっからですよ、本物の軍人ですからね。そっからもう戦士の、はい、自動的に、はい、はいはいはい、で確かじいさんはあのマレー沖海戦に参加してるはずなんですよ。あそうですか。マレー沖巡して、はいはい、でそのマレー沖海戦に行った時が北海道出身なんですけど、うんはいはい、妹っていう字に漢字の、はい、妹に背中の背に、はい、あの 牛とか豚 の、 あの牛の牛、はいはい、それでね北海道ならではの地名なんですけどね、モセ、はい、牛村っていうのがあったらしいですね。モセ牛、モセ牛村、今多分その自治体としての名前は変わってるかもしれませんけど、町になってるかどうか、まあ、村じゃなくなってるかもしれませんけど、はいはい、そのモセ牛出身で、はい、あのこの度 の、 その大東戦争でカクカクたる戦果を上げた、はい、武勲が、見事なる武勲であるみたいな新聞記事になったことがあったのを大事にその切ってその保存してたっていうのをその記憶があるんですよね。そうですか。おじい様にご自身で切り抜いた、はいはい、まあまあそのだか家族だか、うん、でそれをああなるほどなるほどっていうのは覚えてますね。そうですか。うちの祖父もね、なんか自分の載ってるの新聞切ってましたけど、そうでしたか。亡くなってその切り抜き出てきて、見てびっくりしましたよ。恐ろしい武田の宮殿下、断雨かいくぐり、五抜刀五突入って書いてある。五抜刀五突入。突入に五がつくのかと思って。刀を抜く五抜刀。五抜刀五突入ですからね。時代ですね、はい。びっくりしましたね。こういう使い方あるんだなと思って。いやそうですか。ああどうもすいません。どうも。よろしいです。ありがとうございます。あ次はお椀ですね。うん。すいません。おじい様は。折島さんが何歳の時までご存命だったんですか。そうですね、22、僕は22ぐらいですかね。あ、22歳、そうでしたか。じゃあ随分長生きじゃないですか。96年ですからね、はいはい、亡くなった時は93ぐらいだったんですよ。あ、それは長生きでしたね、あ、どうもその時も、はい、笑っちゃいけないんですけど、笑うことじゃないんですけどね、はい、でもあの江ノ島に住んでたんです、晩年は。あ、そうですか。もう北海道、はい、まあ、札幌暮らしが長かったんですけど、はいはい、ナイス。もうその随分夜年並みで、はい、でばあさんと二人で、はいはい、あの片瀬江ノ島の方に移住して、はい、で晩年はずっとそこで暮らして、はい、そこで亡くなったんですけど、はい、そうなんですね、いよいよもう、はい、名探石といいますか、うん、まあ臨時ご臨終近いよっていうような時に、うん、見舞いに行ったんです、はいはい、そんでもうね、枯れ木の本当そのが横たわってるようなぐらいで、ああもういよいよだなっていう覚悟しなきゃいけないっていう時に、うんうんうん、でもまだ私もまだ学生だったんで、はい、あ、じゃあおじちゃんまた来ますよ、また来ますからねって言って帰ろうとしたら、そのおばが、はい、お父さん一平君帰っちゃうわよ、一平君帰っちゃうから、うん、何か一平君に言ってあげることないっていう、なんかこう今はのなんか最後の言葉じゃないけど遺言みたいなね、もうその、うん、ま、松子のなんかこう最後の機会だみたいな、それをねこんななってずっと寝てるその兄さんに、うんうん、ね、でもう一平君帰っちゃうわよって言ったら急にパッと目を開けて、うん、それまでずっとね固まったのに寝てた爺さんが、うんうん、むくってね、うん、起きたんですよ、そんな起き方をしたのは武田さんね、はい、旧軍時代の部下たちが見舞いに訪ねてきた時以来だって言われたんです。後からね、で旧軍の関係者が、はい、その見舞いに来てくれた時は起き上がって、はい、法華経を図したそうです、法華経の一節を、はいはいはい、で、ああやっぱり明治の男の明治人なんだなっていう、なんか背骨がそういうあれなんだなっていう、うん、やっぱりなんかどっか何かが貫いてるものが違うのかななんて思ったじいさんだったんで、はい、その話を前もって聞いてましたから、はいはい、同じむくっと起き上がって、これは私今なんか、え、
主曲のなんか鼻向けのね言ってくれるのかと、生を終えるにあたり、ね、お前は人間としてみたいな、なんか、なんかもらえるのかなと思うじゃないですか、片手飲んだんですよ、それでもう起き上がって、おじいちゃん、え、お父さん、一平君帰っちゃうよって、こんな遠い目をして、私の方をガッと指差して、私の顔をこうやって指差して、序南の層があるって言ったんですよ。そんな遺言ありますか、22の孫に向かって、22歳、もうちょっと、ま、マシなセリフがないのかよって、それが最後の一平さんに対する最後の言葉がそれ、最後の言葉がそれですよ。遠い目をして、もうもうね、はい、これ笑うしかないですよね。でそれを胸に秘めて、なんか人生変わったことある、いやいやいや、慎んだとか慎んでないとか。あ、お料理の説明ね、はい、ちょっとじゃ あ, あよろしくお願いいたします。すいません、はい、あ、はい、じゃあ本日こちらお椀がですね、はい、え、自販まぐりと生ウニのお椀でございます。お、はい、ありがとうございます。早速、ね、ではいただきます。こっちがちょっと、ああ、まあ、いい香りですね。田中屋文久3年。すいません、つい喋っちゃったの。何を持って手が止まっちゃって、序南の層と思ったんですかね。なんか見えないものを見たんですかね。へー、そうです。おじいさんはあの、はい、やたらとの生命判断ですとかね、はい、そういうのに凝ってたみたいでしてね。あ、そうなんです ね。じゃあその集大成で、うん、なんでしょう、あの、親父の、うちの親父は7人兄弟だったんですけど、7人ですかね、やたらとね、名前をどうやら、うんうんうん、途中で変えさせられてた疑いがありましてね。え、どういうことですか。あのよくですから、あのプロ野球選手なんかも、うんうん、こうシーズン前に改名したりする人昔いたじゃないですか。はい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 、例えばほら、私巨人ファンなんですけど、昔篠塚さんって年男だったでしょ。ああ、それを変えて、ね、途中からそのそうかそうか名前変わりましたよね。あれって別に源氏名とかじゃなくて、うん、本名を変えてるわけですよね。あの、うん、やっぱりなんかその占いとか、こういう、ね、こういう方が運気が上がるよとかね、らしいんですけど、うん、それからそうそう、だからね、元西武の森監督だったの、はいはい、正明って名前、正彦を正明に変えた時もなんか難しい字になったりしたじゃないですか。 V9 時代はね、正彦、あの人森正彦さんだったでしょ。それをその正明に変えたりとかっていう、その手のね、その漢字の字面、名前の文字面変えるってことを家族中でやらせてたみたいで。そうですか、もうつける前に 見ればよかったんじゃないですか。いや、ですからね、あの、じいさんはね、そのちゃんと履歴調べようと思って、うんうん、はい、陸軍士官学校でなんですよ、はいはいはい、で陸軍士官学校の44期で、はい、瀬島隆三と同期だったって言うんですよ。そうですか、そう、瀬島さんね、で、はいはい、確かに古本屋で買ってきまして、うんうん、あのこうね、アルバムになってる、はい、その名簿になってる、はいはい、でもうその虫眼鏡で見なきゃいけないような文字で歴代卒業生がダーッと書いてあるから、うんうんうん、こう探してって、もうそれこそあの、うん、ね、あの砂の器で亀岳の地名を見つける時の丹波哲郎みたいな感じでこうずーっとこう見てって、うん、ほんであのいるし、はい、あの私の折島っていう文字見つけた時、やったーと思ったら名前が違いましたからね。あ、そうですか、じゃあ改名してるってことですね。改名してるのがね、安全、あの安い安全の安に、はいはい、漢数字の3でした、安蔵だったんです。でも私が最初に、はい、あの覚えたじいさんの名前は靖国神社の安に、あ、安ね、はいはい、あの嘉永何年ってあのペリーが来た時の、はい、あの吉っていう字あるじゃないですか、はいはいはい、あの嘉っていう字で安吉だったんですよ。あ、安吉安蔵が安吉、ちょっとなんか軍人で安吉ちょっと綺麗すぎる名前だなとは、まあ、うっすら思ったんですけどね。安蔵の方がちょっとね、軍人っぽい雰囲気が。あ、そうですか、で辻島さんと同期。同期だって言ってましたね。あ、そうですか。じゃあ私の祖父の一つ下ですね。あ、そうですか、はい、ああ、の昭和20年の、春に私の祖父が、あの新京で大、関東軍参謀でいたんですけども、はいはいはい、昭和20年の、6月に、内地転勤になりまして、はい、その後任が瀬島さんだったんです。
あで瀬島さんがそのまま抑留されていきましたでしょ、あれもしあの昭和20年6月に交代がなければ、うん、うちの祖父が抑留されていきまして、そして私の父は生まれてないので私も生まれてなかったですね、うん、うわ、はい、住んでのところタッチの差ですよ、そういうことがね、はい、往々にして。で、あの、瀬島さんはねその後も武田家の守護神、守護神じゃないの私の祖父が亡くなった時は葬儀委員長は瀬島隆三さんですから。そうでしたか。はい、そうです。そんなご縁、あ、ご関係で、はい、うわ。で、私が作家でデビューしたのも瀬島さんのおかげなんですよ、プロデュースというか、これはですね、この出版社から出しませんかってことですか。一番最初にもう、あの小学館から語れなかった皇族たちの真実、いやいや、もう拝読しましたよ。 ありがとうございます。もちろんもちろん拝読しました。男系じゃなきゃダメだって話を書いたんですよね、そしてうちの父に念のため相談したんですよ、これ本書いたんだけどって言ったら、ちょっと待てって言って、実はつい数日前に親族会議があって、この件については俺たちは一言も喋らない、いいなっていうことで決議があったって言うんですね。はあ、いやいや、もう書き上がったんですけどって話で、どうしたらいいかって父に相談したら、やっぱり父は三男坊ですから、兄貴がいるわけですよ、これどうやって説得しようかっていう時に父が言ってくれたのは、あの強いものを巻くためにはより強いものを使えと、で、おじたちが頭が上がらない人物がいると、瀬島さんだと、瀬島さんのところに行って OK もらってこいと。はあ、それでもうあのゲラーを持って瀬島事務所に行きましたよ、もう90何歳の時に、はい、東急ホテルのキャピトル東急の瀬島事務所に行ってるんですね、で、すいませんと、あのこれ書いたんですけども、ちょっと読んでいただけないでしょうかと言ってですね、渡して、そしたら、2日後かなんかに連絡がありまして、あ、すいません、あの手紙が送られてきた、2日後、3日後かな、2日後かな、だから読むの早いです、もうその日、次の日に読み終えて手紙書いてくれたんですけども、で、あのこれ全部読ませていただきました、はいはい、でも私の知らないこともたくさん書いてあって大変勉強になったと、大変有益な本だと思うが、この問題は機微に触れ、皇室の機微に触れる問題なので、皇室の血を引くあなたがこれを発言するということは控えなさいと、で、出版はやめなさいって書いてあったんです。それで私は後悔したんですよ相談しなきゃよかったと思って、ただでさえおじたち説得しなきゃいけないのに、瀬島さんの出ちゃったらこれと思って、相談しなきゃよかったなと思って、で、その後、そのバラバラの原稿を持って神武天皇陵に行ったんです、で、早朝の5時半とか誰もいないとこですよ、で、それをもう玉砂利にもう直に座って、はい、その原稿前に置いて、ね、もう本書きましたと、叔父もちょっとそう無理だし、瀬島さんも出すなと言ったし、どうしたらいいんですかと、でもこれはもう、もう殉国の猶予もままならないと、で、もしこの本が世に出るべきであるならば、道を開きたまえって念じたんですよ、そしたら道を開きたまえって言った途端に地響きが聞こえました、ゴゴゴゴゴゴドド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 って聞こえてきて、そしたら神武天皇パッと上見たら、神武天皇御陵から何千羽というか何万羽というか、とんでもない数のカラスがブワーッと一斉に飛び立ったんです、まあ、晴れてたのがかき曇ったですよ、それで、あ、これは本を出せということだと理解しまして、そのことを瀬島さんに書いたんですよ、瀬島先生が出すなという以上は出してはいけないもんだと思いましたと、でも神武天皇御陵でぬかづいてこう念じた途端にこういうことが起きたと、もうこれはもう本を出せという、もうあの目次としか思えない、としか思えないと、だから瀬島さんにも出すなって言われましたけど、すいません出しますって言って手紙を書いたわけです。そしたら2日後に速達で手紙が返ってきまして、いちいち早いですね、早いんですよ、そしたら、読ませていただきましたと、これはきっとそういう意味があると、分かった出しなさいと書いたんですよ、よっしゃーということでそれを持ってったら、うちのおじたち全員黙りましたからね、瀬島先生が出せとおっしゃったと、それを吊るす気かと、お墨付きが出たと、そうですよ、あーはー、ですからもし瀬島先生がその時それでもなおダメだっていう話だと、もう出せなかったかもしれないです、はー、
でまたうちのおじが手を回すのが早くて、どこに電話したと思います、この出版を潰そうと思って。見当もつきませんけどね。これね、小学館ですよね、版元に、違うんですよ、電通に持って行ったんですよ。小学館にとって頭が上がらないのってコンビニなんですよね。だって雑誌の売り上げの大半がコンビニなんですよ。はいはいはい。でそれ仕切ってるのが電通なんですよ。電通に行ってこの出版そのものを潰しにかかったんです。はあ。そしてうちの担当者も、いやどんな嫌がらせがあったってやりますよって言ったんだけど、電通ですかって言って、いやまたうちの僕の担当者がうちの実家に呼ばれて、はい、すごかったですよ。あの目の前で名刺破り捨てて、てめえの首なんかいつでも飛ばせんだって言ったんですよ。はそれで電通経由で、すいませんもう電通に言われたら無理ですって言って、そこまで言ってたんです。でそこで瀬島さんの手紙持ってって全部 OK になったんです。なんか実はナックルズみたいな話になってませんか、なんかその瀬島さんと一平さんのおじい様が同期ですからね。いやまあもうなんだよ、まあ、もういや本瀬島さんいなかったらあの本出てない、あの本出てなかったら私はロンドンデビューしてないんですから。あ、うん、今日の話もなかったですよ。いやそ今のエピソードだけで一冊、かけちゃうじゃないですか、下手すれば。それね、雑誌に書いちゃったんですよ。ああ、めっちゃ怒ってましたけど。当たり前ですよ。それは当たり前でしょ。そりゃそうですよ。それきっかけで、おじたちと和解したんです。ああ。これまでは全部事前に許可しろ、許可を受けてからじゃないと書いたり言っちゃダメだって言われたんですけども、それでもう、あの、暴露を書いちゃったんです、はいはい、雑誌に。そしたら呼ばれまして、分かったと。もう好きに書けと。その代わり、武田家に関することで公表されていないことを書く場合だけ事前に相談しに来なさいと、知らせろよと。そうでない限りはもう自由に書けと言われたんですね。そして今があるということです。いや本当改めてカラス飛んでくれてよかった。そうなんですよ、あそこでカラス飛ばなかったら、うんともすんともね。そうです、何にも、ひらきたまえシーンだったら何も起きてないんですよ。これを新さんなべこさんに話したら、恐怖体験を神様からのゴーサインと取るあなたはすごいって言われてあれもうヒッチコックもびっくりぐらいのレベルでしたからね。ドンバーって言ったんですよ。あ、じゃあちょっと説明をね、はい、はい、ちなさんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、あ、本日のお作りですね、来ましたね、左側にございますのが、はい、大分県産の天然トラフグの薄作りでございます。はい、はい、でその右側ガラスの器にありますのがマグロと赤貝でございます。はい、で手前茶色いの器がですね白子のとポン酢なんですけれども、はい、こちらはぜひあの薄作りと合わせてお召し上がりください。はいはい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。さあ写真撮るぞ。いやいや、このまたこちらフグはお好きですか。はい、もう大好きです。もうめったにはいただきませんけども。いや、でも瀬島さんと同期ということは、多分うちの祖父とおじい様は多分もう絶対知ってるはずですよね。でしょうかね、1年差ですから、それは同じ時期に陸軍士官学校にいたはずですから、もう絶対顔見知りだと思いますよ。あ、はい、あの大事に随分撮ってたなって記憶にあるのは、はい、親父が生まれた時に、はい、赤ん坊の親父の頭を、はい、メガネか丸メガネかけた軍人がこうやって撫でてるんですよ。はいはい、これ誰って言ったら、東條さんだよって言ってましたね。そうですか、東條さん丸メガネの、それがあのその写真を随分長いこと飾ってたのを覚えてますね。そうですか、そうですか。いや多分絶対顔見知りで知り合いだと思いますよ。そうですよね、はい、うん、一気違いですからね、それは間違いないと思いますよ。いや、これもなんかのご縁ですよね。もう、あ、美味しいですか。うん、美味しいですね。美味しい、美味しいよ。うん、あの、いやもうたまりませんね、これは。あ、良かったです、ね、うん、いや今日美味しい、美味しいですね。
本当に結構なお手前で ありがとうございます。これ絞ってなかったな、うん、どこで食べたフグが美味しかったとかあります？まさかそんな。あるわけないじゃないですか。そうですか。え、大分でフグ食べたことあります？大分の、はい、いや普通に大分はもう仕事で、あ、そうですか、落語家さんと、あ、はいはい、あのちょっと寄らせてもらったぐらいでして。大分は珍しく肝出すんですよね、あらら、はい、珍しく、普通肝出さないじゃないですか。だってだいぶあれでしょ、あの毒その、ですし、それが養殖、ビリビリしびれるって。養殖のやつは、あの毒がないんですって。天然のやつが毒があるんですって、ええ、大分では養殖の毒のない肝を出すんですよ、最初、大丈夫かなと思って普通にどこの店でも出してて、みんな普通に平気で食べてるから、恐る恐る食べたら普通に美味しかったですけど。ビリビリ来ませんでした？来ないです。 あれね、ビリビリ来たら終わりらしいです。もうビリビリ来たらもうその次の瞬間もうダメらしいです。ああそうですか。私、はいはい、あの昔ダンオ263っていたじゃないですか、はいはいはい、作家の、はいはい、ダンオ263のエッセイで、はい、フグのなんかピリピリ、随分そのあの人もお好きだったみたいで、はいはいはい、あんな店でこうだったとか、この店はこんなの出すなんていう思い出を書かれてたんですけど、はい、一番醍醐味はそのあの こういう舌がその麻痺するようなぐらいのピリつきというか、そうですか、電流が軽、薄い電流が走ってるみたいな感じがたまらないんだって、まあ、あの人は SM 小説の大家だからやっぱりその辺のその M 系もあったのかもしれませんけど、そこをやってて本当に行っちゃった人いますからね、まああのね、快楽の極みは、はい、あの死と隣り合わせとかいう、まあ、そのね、あのいやいやそのあと一歩で哲学談義みたいななっちゅう話もありますけど、ダンイロクはそう書いてましたね。そうですか。確か、じゃあ痺れるやつが電流がちょっと走るぐらいは OK なんですね、うん、オッケーとか、あのダンさんはしびれるぐらいが一番うまいというか、あの、ま、魔の味って書いてました。マミって、マミマミだって言って書いてました。生きるか死ぬかギリギリのスリルとかあるんでしょうね。でしょうね。でも本当にそれ死んだ人いるんですからね命がけの、ね、命がけですよね。うん、まあ、皆さんも食べてます？はい、はい、食べました。あ、もう食べましたね、はい、あ、結構コリコリしてて、いいフグですね。天然のねって言ってましたね。歯触りが、うん、美味しい美味しい。いや、じゃあちょっと今度この貝も、うん、あ、うん、いや、赤貝がまた結構なお手前で、お、美味しいですね。うん、貝好きですか？大好きです。おー、いいですね。あ、そう、あの、はい、すいません、はい、また余談ですけどね。余談。いいですか、こんな調子で。行きましょう、行きましょう、はい、あの九州、あれ福岡に営業で行ったのかな、うんうんうん、落語家さんたちと楽しい旅だったんです、はいはい、お客さんもいいお客さんで盛り上がって、はいはい、終わってじゃあ打ち上げ行こうかって言って、ある話し家さん何人かと打ち上げ、同じテーブルなんですけど、はい、そのおいくつなんですか、あ、40いくつで、あ、そう、あのね、で、うんうん、どうですかお互い、あのガキの頃はもう想像もつかなかったけどね、四十、うん、過ぎたらなんか舌が変わったっていうか、もう思いもよらないものが急にうまくなっちゃって、はいはい、こんなに美味しいもんだったのかなっつってね、うんうんうん、あの新しいなんか味覚の発見というか、こう好きなもの増えちゃったりとか、逆にあの大好物が食えなくなっちゃったりとか、うん、そういう変化ありませんなんて話になって、はい、そういえばっていうんでお互い出し合ってたんですよ、そんでいや、あのね、俺もね、もう貝類なんてね、今なこんなにね、その目の色を変えて夢中になって食べるなんて思わなかったななんて、はいはいはい、ね、もう何がね、あのね、いいってね、あのほらあれですよ、出てこなくなっちゃった、出てこない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 、それで、うん、その手前までもう、はい、あの記憶力で注意しろとか、ネタが出てこないとか、物忘れのことはね、もう本当に気をつけなきゃいけないなんて話を、そのど忘れのこと散々してた矢先に、はい、その貝の名前が出てあのカラス貝じゃない、ほな、ミル貝じゃない、タイラ貝じゃなくて、赤貝じゃなくて、ってなったんですけど、はい、会話してますから、はい、手前一人の度忘れで停滞させるわけにいかないじゃないですか、はい、ね、でもうこれ大人の礼儀として、はい、もうあのこういうのはね、あの甘やかすと良くないですかね、はい、甘やかすと向こうのことこれ
ゃないの、もっともっともっとおいでおいでって言うんで、ど忘れされた単語の方が付け上がりますから、図になるからこういう時はね、あえて突き放す、あれ別にもう今出てこなくていいみたいなね、そういうふうに、あだったらもうあの全然あの今別の楽しい話してるからいいって言うんで、わざと話題変えたんですよ。でもずっと引っかかってるんですよ、あれ俺の好きな四十過ぎて覚えた味むちゃくちゃいいうまいなと思ったあの回なんだったっけ、ここら辺でもぞ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 してるんですよね、嫌、はい、だな気持ち悪いなあれなんだかっていうような状態で、はいはい、その日東京帰らなきゃいけなかったんで、うんうん、あの最後の航空便で羽田向かったんですよ、はいはい、1時間半ぐらいのフライト、ま、うんうん、もなく時羽田空港に着陸いたしますっていうアナウンスが流れて、着陸態勢入ってブンってあのタイヤがドゥンってなった瞬間に思い出したんです、はい、それで一緒に東京に帰る予定だったら、さっき打ち上げの席囲んでた、はい、あの落語家さん実名挙げても別に構わないでしょ、滝川恋八さんって言ってね、落語芸術協会所属で今売り出し中の若手さんなんですけど、はいはいはい、その人があの私の4列ぐらい後ろに座ってること分かってて、何かがスイッチ入っちゃったんですよ、私夢中で、はい、もうピカーンと思い出して立ち上がって後ろ振り見て、恋八さんつぶないって言ったんですよ周りの人びっくりしたじゃないですか、もう10時近い時間に羽田着陸する他の乗客みんなポカーンですよそりゃそうでしょ、いきなりこんな黒いやつが立ち上がって、シートベルトを外したと思ったらいきなり鬼の形相で小屋さんつぶないってこいつ何言ってんだって、じゃあ序南の層が出てるのと通じるものがありますね。あの時はさすがの滝川小林さんも、はい、もう、知らない人のふりもの全力で困って困りきった顔してましたけどね、いやそんなことここで言われてもみたいな、それだい叫んだわけです、あの絶叫はね忘れないですもん、すいませんでした、その説はじゃあ貝は大好き、貝好きですね、でもどうなんですかね、うん、年取るとなんか貝好きになるんですかね、私はもっぱら貝大好きで、もうこの前も寿司屋に行ったら貝だけ握ってって、そしたら結構皆さんびっくりするんですね、え貝だけですか、うん貝だけ握ってってよくやりますけど、どうですか、はいはい、夏でそれやっちゃうと少ない、今いっぱいありますからね、あ前の TBS ラジオの大沢優里の UU ワイドって番組、うんはい、あのまだ月曜から金曜までですね、はいはいはい、朝8時半から午後1時まで4時間は生放送大沢優里の UU ワイドって言ってた頃に、はいはい、あの月1ぐらいで呼ばれてたんですよ、あそうですか、はい、都道府県の話するっていうのは、はいはい、その時大沢さんも僕はねもうお寿司は貝しか食べない、そうです食べませんよって言ってましたから、ほらじゃあ一緒ですね、落とし目すとなんかそういう、まあその時大沢さんも70代でしたけどね、そうですか、お寿司屋さんに貝しか食べない人いますかって聞くと、ほぼいませんって言いました、あじゃあやっぱり私の知る限り2人目ですってこの前言われましたそうですちなみに、はい、先ほどツイッターというか X で告知した時にですね、こんな話題を振ってほしいという方がいらっしゃいまして、何かリクエストですか、はいリクエストですね、ですね、大東亜戦争のあるべき戦略など互いに語り合ってほしいですねハワイは取っておくべきだったとか、ミッドウェーではどうするべきだったか、そもそも北進すべきだったとか、うーんどうでしょう、まあでもこればっかりはね後から糾弾するのも申し訳ないですけども、いやそのですからね今なんですかね、確かミッドウェーの話知ってショック受けたみたいな、あそうです、ね、僕は小学生の時に、小学生の時ね、あの嫌な小学3年生でしょミッドウェーでなんで負けたっつってもだえ悔しがってるから、ね、もだえながら悔しがってる、くさーっつってここでこうしとけばとね4番機が故障してなければみたいなもだえ苦しいんだ嫌な8歳ですよそれ、でまたねあの頃戦記劇画とかまだまだ出てましたからね、はいはい、書店でね、はい、そうですか、8歳その頃にですよ、ですから、うん、まず覚える名前が南雲忠一、はいはい、山口多聞、はいはい、
そして友永大尉ね、飛龍の飛行隊長だった、そういうのとか覚えましたね。まず提督の決断とかやりました。それはだからそっちの方にはいかなかったんですよ。いかなかったですね、この船に誰乗せようかみたいな。あだから戦国例えば時代とかなんとかを、はいはい、その話題に夢中になる時も、はい、信長の野望には行かないんですよね。ああそうなんですね、でもやったらハマりますよきっと。それがまた怖いんですよ。怖い。あ、分かります、分かりますそれはね。ドラマなんかでもありませんか、その、まあね、見るとハマるから。ですからね、いまだに24とかね、一連の長いやつあるでしょ、まあ、だいぶそれ古すぎるよって言われちゃいそうだけどあの手のやつはね、もう今の言葉で言うとこの沼に、ね、はまるのが怖くて、時間だって全部取られちゃうから、見て見ぬふり、それはもうそっと、それは賢明ですよね。で漫画もそうですよね。だって今さら鬼滅の刃とか第一巻から読めないでしょ。そうですよね、ワンピースしかり、ワンピースもそうね、読めませんよ。そりゃそうですよ、私もドラクエで目悪くなりましたそうですか、はい、視力がぐんぐん落ちていったのが、ね、でも旧皇族のご家庭でもあれですか、そういうのがこう遮られたり止められたりしないのはなんか微笑ましいですね。あ、うちは大丈夫でした ね、 そのね、お家柄によってはあれでしょう、あ、ダメ、そんなもの見るなとか、あると思います、ね、こんな本読むなとか、はいはい、ね、あると思いますね。あっておかしくないじゃないですか。うちはそういうのはなかったですね。じゃあもし折島さんが自由にこう軍を動かせたとしたら、どう動かします？もう日米開戦の時ですかね。いろんなのやっぱり見たり読んだりしちゃうと、はい、なんか読めば読むほど見れば見るほど何にも言えなくなっていくんですよね。その、はいはい、つまりこういう戦略はとっくにあの人がこう言ってたよなとか、こう語ってたよなとかって、はい、それを総合して、ミッドウェーの時に一つにしたって、その精密にその敗因分析してる人は、いや実はそれまでが運が良すぎたんだっていう人いるじゃないですか。あ、はいはい、あ、いや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 いわゆるインド洋機動作戦の時のセイロン沖海戦ってありましたよね、うんうん、はいはい、あれは確か南雲艦隊が、うんうん、加賀を除く空母真珠湾に行った時の5隻で、うんはい、うんうん、で、急降下爆撃隊の命中率が 87% とか 90% 近い、うんうん、もう神業に近い命中率を誇ったっていう、はいはい、それで確かイギリスの空母のハーミスっていうのと、はいはい、従順のコーンウォールでしたっけね、はいはい、それから駆逐艦、エグゼターだったかな、よくそんな3つとも出てきますね。その辺とかをこう、はい、電光石火で、はいはい、索敵発見で一発必中、うん、バンバンってほぐり去ったっていう、うん、その結果だけ見たらもう連合艦隊浮上すとか写真集とかその戦記物とか読んでグーなんて興奮するんですけど、まあ、ありますよね、その精密に、うん、じゃあその撃沈に至るまでの経緯でこうでああでこうだったっていうその、うんうんうん、あの経過ですよね、はいはい、戦闘経過をその検証すると、うん、もしその時イギリス側の爆撃にその急降下やられて、うんうん、一発ポーンと爆弾ぶち落とされてたら、うんうん、ミッドウェーの時の赤城になってたかもしれないよっていう、間、ね、一髪で助かったっていうのが、実は正論沖海戦のインド洋の時にあったよっていうんですよ、すでにね、そこでね、だからそう聞いちゃうと、あ、じゃあ、運がよ、そこはやっぱり、うん、あのパイロットの腕前は神業かもしれないけど、全体の戦況を考えた時に運の良さも加味しなきゃいけないんだよねっていうようなことにはなるじゃないですか。はいはい、そうですね、ですからね、余計ね、もうその、あの別に逃げてるつもりはないんですけどね、余計ね、なんか慎重に知ってるがゆえに、ならざるを得ないという、はいはい、もうですからね、そのまあ、海軍善玉、海軍だけを善玉にしてね、陸軍のその足ざまに言うっていうのは戦後大体風潮として大きくて、でそれについてはね、あの祖父は一言もなんかその不満みたいなことだとか妙なこと言いませんでした。とにかくね、変なその
あの自己弁護っていうかそのおかしなね、はいはいはい、でかといってそのじゃあ今の日本の教育が間違ってるみたいなことも目して絶対語るじいさんじゃなかったですよ、うん、そうだったんですね。だからこそ余計そのなんか陸軍ばっかりガーッと言われてっていう、それにね、あの心情的にその共感というか、あのいや再評価を公平にすべきだっていう、その、あの立場は分かるんですよ、はいはい、心情的に、はいはい、でもだからといってね、その極端から極端に触れて、例えば山本五十六は愚傷であったとか、極端な話ですよ、はいはいはい、極端に言えばいや実はアメリカのスパイだったんじゃないかとかまでね、はいはい、いうその論客の方いるでしょ、そこまで、ね、まあね、そこまそれはさすがに同意できない、いくらなんでも。じゃあおじいさんはそういうことを軽はずみにはおっしゃらなかったんだけども、女難の層だけおっしゃった、いやよほど重たい言葉ですよねそれは。あの、はい、ですから私も、はい、あの離婚経験者でございました、はい、あの一度ね、はい、結婚に失敗しておりますので、ね、失敗って結婚に失敗なんて言っちゃいけないですね。それはやっぱおじい様の言うことは正しかったってことですか。ちょっと泣いていいですかね。泣く案件ですかこれ。あ、そうそうだ、ね。いろんなことを思い出して、思い出さざるを得ませんからね、私も。本当にもうね、そうなんです。私がもうただただね、はい、あの解消がなくてですね、もう本当神さん、前の神さんには何の落ち度もないんです。本当に。そうでしたか。こんな、なんでミッドウェイの話が、ミッドウェイから急転直下、一撃で仕留めた感じになっちゃいましたけど、急降下爆撃機みたいな感じになっちゃいました。今自滅でしたね、今自滅の刃でしたね、完全に自滅の刃でした。大変失礼しました。もうあの本当何でもリクエストしてください。もう、せっかくですからね、こうして、石原漢字はどうですか。好きですね。やっぱそうですか。僕も好きですね。ですね、やっぱそうですよね。あ、いいですか武田さん。はいはい。この間ね。はい。あの日本ジャーナルって番組の、はいはい、ツアーで。はい。あ、ツアーね。あの闇鍋ジャーナル時代に、うんうん、あの武田さんが伊勢神宮の、はいはいね、あのために大変お世話になりました、はいはい。あのツアーのまあ第2弾と言いますか。いやどうも。ごめんなさい。すいません。はい、靖国、私は靖国にはちょっと間に合わなかったんですけど、はいはい、靖国に正式参拝した後に自衛隊の、まあ、ある駐屯地見学して、そこから翌日、うんうん、横須賀の、はいはい、戦艦三笠に見学に行こうっていうような、まあ、大変充実したツアーだったんですけど、はいはい、途中あの昼食で中華街にあの、ね、店寄った時、お店寄った時に、はい、ツアーに参加されたそのお客様とあのテーブルご一緒して、はいはい、いろいろその、まあ、あの雑談というか歓談というかの機会がありましてね、はい、でその時に武田邦彦先生のご著作の「ナポレオンと東条英機」っていう、これ大変素晴らしい、あの私も拝読して、はいはい、あ、なるほど、まあ、やっぱり邦彦先生はもう何、はい、ていうんですか、やっぱり科学者ならではの視点で、うんうんうん、はい、歴史の見方もその非常に 独特のスケールの大きいスパンで語られるじゃないですか。なんでそのいやあの8月15日、うんうん、昭和20年8月15日っていうのは、うんうん、終戦記念日だ敗戦の日だなんだとか言うんじゃなくて、うんうん、これ旧虎ノ門ニュース時代からおっしゃってたことですけど、うんうん、あれは人類解放の日だと、うん、人類解放、人類解放、つまりそのアジアの植民地が、はい、ね、はいはい、西欧の植民地がことごとくその後にきっかけになったという意味で言えば、はいはいはい、人類解放の日なんだってことを、はい、邦彦先生おっしゃった時にもうのけぞるようになったんですけど、はい、あ、もう斬新すぎる解釈だなというあったんですけど、はいはい、でそれの延長で言うとやはり日本の領土 その最大限に広くなったのは、うん、東条英機が首相だった、うん、どう考えたって大東亜戦争の壁東のあの半島が最大なのは動かせない事実だろうと、まあ、そうですね、でプラスそれが人類解放っていうその戦争の結果に、はい、あ、ごめんなさい、至ったのは、はい、あ、すいませんね、行きましょうか。あ、はい、どうもどうも、どうもどうも。それはそのナポレオンがやたらとその、うん、なんかそのフランス革命のその余波というかあれで、うんうん、やたらと世界史的なその理念そのものを体現した人物みたいな言われ方してるけど、うんうん、だったら
その全地球的な考えで言えば、はい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 、東条英機の方がよっぽどすごいことを成し遂げちゃってないのという、まあ、武田先生ならではの、はいはい、国子先生ならではの、まあ、その問題提起ですよね、はいはい、あくまでね、まあ、こうナポレオンと東条英機を並べるところが面白いです、うん、いやもうそれは、はいはい、武田邦子さんならではっていうならではですね、ですから、はいはい、あくまで僕は挑発的な、うん、あの意味でのその、うん、その旧態依然たる発想への、うん、その挑発的な問題提起だろうなというふうに受け止めたんです、うん、いやあのふざけてとかね、うん、武田邦子さんがそんなことを本気で思ってないとはいう意味じゃないですよ、うんうん、そのあえて知的な挑発っていう意味で受け止めたんですけど、はい、知的な挑発ですね、なるほど、ところがですねあの本気で真顔で、うん、そのお客さんの中に、はい、ものすごい熱心な方は、はい、やっぱり今リドリー・スコットのナポレオンって映画やってるじゃないですか、あのこの間折島さんがあの YouTube でなんかボロクソおっしゃってるのを見て私も本当にそう思ったんですよ、あの映画作るぐらいやってたら東条英機の映画作った方がいいですよねってい や, いやあのお気持ちは分からなくもないですけどでも そういう意味でのね、うん、そのアウステルリッツの三帝海戦とか、はい、そのね戦略家軍人としてそのねその武将としての圧倒的な才能っていう意味でのナポレオンと、うん、東条さんは単純にそれは比較はできないから、うんうん、東条英機さんはやっぱりあくまで官僚型の軍人なんで、官僚ですよね、だからそういう意味で比較されてね、うん、この人をちょっとまあヒーローというか、うんうんうん主役に据えて、うん、うーってそのもう鬼神のごときその最地の切れ味みたいな風にやるんだったら、うんうん、石原莞爾の方が絵になるんじゃないですかって提案したんですよ。僕はあの石原莞爾を主人公とした映画誰か作ってほしいなっ て、うん、やらなさすぎですよね。ですよね、だから満州事変をそのそうそうそうちゃんとね、はい、ちゃんとっていうかですからねそのなんかねじゃあちょっとはい。ちなさんにちょっとごすいませんねタイミングがねごめんなさいねそれもついついねすいませんね、はい、もうありがとうございます、左側の、はいヒレステーキが本日仙台の黒毛和牛を使って、うん、はいはい、はい、でその右側の焼き物が、のどぐろの塩焼きでございます、うんはい、手前がレンコンの甘酢漬けでございます、うん、はい、はい、ありがとうございます、いただきます、可愛い声ですって書いてあるいやのどぐろ石原莞爾はもうちょっとフューチャーされてもいいですよね、僕は最初ははい。わしづかみになったのはきっかけは東京裁判でしたね、あですよね、あの小林正樹監督のドキュメンタリーでね、全部まともに見ると5時間近くなる映画があるんですよ、うんうんうん、あの皆さんもしよろしかったらね、はいはい、DVD とかいろいろありますんで、うんうんうん、であれにその確か GHQ の、出張で行くんですよね、山形かどっかまで尋問に行くんですよね、でそこでまあ病に倒れてる身だから、うんうんうん、その東京の市ヶ谷の法廷までは来られないと、うんうん、でその現地石原莞爾がその王がしている現地までその出張尋問に行く、うんうん、その時のその町長発信のもうすごいす、ね、最高じゃないですか、最高ですね、だって用事があるんだったらてめえらが来いって、で東京裁判を唯一出張させた男です、まああのやり取りは、まあ、すごいですよ、すごいですね、あれ映画にしたいですよね、したいですね、はい、うん、でそのね、連合国 の, その尋問官側がね、あなたは東条と対立していたそうだかって言ったら、自分には多少なりとも思想と呼べるようなものがあるが東条にはそれがない意見のあるものと意見のないものの間に意見の相違というものはありえないよって機関の質問は愚問であるっていうようなことをビシッと言ったっていう、カーッと痺れますよね。痺れますよ。その痺れますよ。で、ですからね、その満州国健康は正当であるって本、確か武田さん監修なさってましたよね。はい、面白かったです。はい、あ、本当に面白かったです。読みました、読みました。ありがとうございます。あの本でね、はい、にも触れられてることですけど。はいはい、要するにただのね侵略戦争の15年戦争のきっかけ、うん、だいたいね15年戦争って言い方も絶対間違ってますから ね、うん、ですよね、15年じゃないですよね、ないです、ないです、トンク停戦協定で一回ちゃんと握手してるんだから、はい、そうですやめようねって言って2年ぐらいねやめて、 あれ本当おかしいんですよ、ですね、あの、うん、そのまあそ、まあはい、もういちいちすみません話が広がってたら適当にこう枝葉切らないといけませんから、はい、それでね、はいはい、満州事変のなんかそのダーティーなひたすらイメージでばっかりしかやらないじゃないですか、うんうん、でも本当に戦略的に
あの満州寺院がいかにわずか数万のあれで、うん、1万、1万奨学料の、はいはい、向こう30万ですからね、いや 20万か1対20、1対30、ありえないですよね、考えられないことやってのけちゃってるわけですよ、はい、電光石火で戦争の天才と言われたわけですよね、それをね、もうやっぱもうちょっとその、はい、こう俯瞰でね、こうこうここに布陣してこうしてこうしてこういうふうに追い込んだっていうようなことをやってもいい気がしますけどね。だってあの東京裁判でね、もし私が戦争を指揮していたら被告の席に立たされていたのは君たちだって言いましたからね、いやもうね、あえて言いますよ、はい、あのやっぱそういうセリフはね、あの率直に申し上げてやっぱり痺れます、うん、痺れますね、痺れます、男ですよね、最高の最も罪の重い戦争犯罪者は誰だって言った時に、はい、トルーマンってそうですよ、ちゃんと、うん、言いましたね、言えちゃうわけですからね、はいはい、まあ、ただそれアメリカの名誉のために言えば、アメリカ側でその28被告の弁護団の側でちゃんとトルーマンの原爆投下の責任追及した弁護士いましたよね、いましたね、はい、ああいうところはアメリカさすがだなと思うんですけど、はい、そのでもね、はい、そういうのが出てくる前に石原幹事が言ったわけですか、ズバリついてますよね、要するに東条だと言わせなかったわけですよね、ところがトルーマンだって言われて全員ずっこけたわけですよ、聞かなきゃよかったって思った書くわけにもいかないしこんなになったら誰のせいだって言ったら、あの石原さんの、うん、だったらペリーまで遡ろうかって言ったらしいですよね、そうそうそう、ペリーね、ペリーがそもそも来なきゃよかったんじゃないか、そうそう、君たちがやったことは何なんだよペリーを何だと思ってるって言ったんですよね、いきなりやってきてここから向けてふざけんなってたんですから、ね、あれもシャレが効いてるじゃないですか効いてますね、ああいう大人がね、いるといいんですけどね、ああいう人がね、そのもうちょっとあの、はい、当時の軍部にも欲しかったですよね、はい、だからあの結局石原幹事が失脚したことによってこうなっちゃったわけで、あの参謀本部の作戦部長だったわけですから、上官が確か板垣征四郎ですよ ね、はい、あの話がポンポン飛びますけどねあの戦場のメリークリスマスってご覧になりました、はいはい、大島なんですが、はいはい、あれが 4K かなんかで、うんうんうん、去年もう一昨年になっちゃうのかな、うん、とにかく最後 そのデジタルリマスター劇場上映って言って、はいはい、あの大々的にこうあって最上映やったんですけど、はいはい、あのもう大好きな映画です、うんうん、作品ですから、うんうんうん、もちろん行ったんですよ、うんうんうん、でああなるほど細かいとこまで随分クリアに見えるようになったのはさすが 4K だなと思いながらこうやって眺めたんですけど、うん、あの坂本龍一の世の遺体がこうやってこうあの訓示のようなものを述べるときに、はいはい、後ろにこうあの教育直後を飾ったりするような額に入れて、はいはい、あのこう書がこう飾ってあるんですよね、その署名が板垣征四郎でしたね、あそうでしたかあ細かいなと思いましたよ、細かいですね、こんなとこにその名前使う、っていう、あそれまでちゃんとくっきり見えたわけですね、いやいやもうそれまで、それ 4K 見るまで分かりませんでした、 4K でね、あそうでしたか、そういうね、そういう予測、ね、石原幹事の部下にいたのが秩父宮殿下ですから、作戦会員だったんですから、あで石原幹事が述べたのは、もし秩父宮殿下があの時結核に倒れていなければ、この戦争は違った形になったっておっしゃってましたね、もうだからあの日華事変の拡大をずっと反対してたのが、あの宮様だったんですよ、秩父宮殿下で、石原幹事も反対でしたから、で宮様がいなくなったことによって、こう東条との対決でやっぱりこう敗れていったんですよね、あそこでなんか方向性がバキンと変わった気がしますけど、それにもうまあね、そのご遺族というか、うん、そのまあ、ご関係者はもちろんですけど、はい、ね、健在な方はなわけですから、無論、はいはい、あんまり特定の名前挙げてね、糾弾するような言い方は極力やっぱ避けなきゃいけないなとは思うんですけど、やっぱり近衛内閣がね、ああそうですよ、やっぱどうしても、ね、やっぱりこれはね、近衛内閣がそうあれがですね、ですからね、まあ、あの特定の誰かを名指ししてね、はい、こいつが全部悪いとかね、こいつが全責任をって言って追及するような気は全然ないんです、はい、ないけど、はい、いろんな人をね再評価するのは結構ですよ、はい、皆さんそれぞれ価値判断の基準があるんですけど、あのね、今更この江組麻呂を再評価する文脈だけは理解できないです ね、 そうですね、であれは分からないです、そうですね、このもうやることなすこと、まあよくね、もう、あのソ連のスパイだったんじゃないかって話が出てきてもしょうがないぐらいの感じでしたもんね、いや少なくともね、はい、そのなんかこう時代の犠牲者みたいにこう
あるいは下手したら殉教者みたいなね。ですよね。それはさすがにちょっとあの失礼ながら、それは違うんじゃないですかってこう言いたくなっちゃいますね。この絵はひどかったと思います。あのかばえない、かばえないですよ。まああの、はい、そのはい、あのあくまでねお孫さんが健在ですから、あ、まあまあそうですね、お孫さんの 元総理が健在ですからね、あんまり、あんまりそういうね人様のご先祖をね、なんかや口汚なく罵るわけにはいき、ね、まあまあそうですね、あの それはね、はい、控えるべきですけど、はい、でも、はい、随分やっぱり言葉選んだつもりなんですけど、あ、まあすね、やっぱりね、その再評価というような言い方では違うんじゃないかなとは思いますね。本当そう思います。あ、そろそろじゃあ切り替えをね、する、あ、もう9時半か。はい、投げ銭をいただいております。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ、ま、はい、アーモンド大好きアモーさん、アモ男さん、アモーさんあ、1万円いただきました。ありがとうございます。すいません、恐れ入ります。武田先生、シロさん、スタッフの皆さん、そしてゲストの俳優サブン、ん、サブンリ、サブリシンさん、サブリシンさん、サブリシンさん、スメラギヤサカ。さて、大変な年明けとなってしまいましたが、個人的に良きことがありましたのでスパチャさせていただきます。なんと須田のおじきのポスターが届きました。ああそうですか、須田さんのポスター届きた、ありがとうございます。ありがとうございます。魔除けには効果抜群だけど、客除けになっちゃったらどうしようと心配になりましたながらも額に入れて、北京の方角に向けて玄関に飾りました。おじきの睨みで平穏な一年になりますことを祈っております。これからも楽しく勉強になる放送を期待しております。ありがとうございました、ということでございます。これはもうあのリクエストと受け、もう受け取りましたんで、はい、やれってことですよね、はい、おめでとうございます、ね、ああよろしかったじゃないですか。年始からねこんな波乱の幕開けの年頭になりましたけども、ね、この方のねご家庭だけでもね、平穏無事にね、はい、これサブリシンでね、いろいろパターンあるんですよこれ、はいはいはい、砂の器のサブリシン、事件のサブリシン、はいはいはい、獄門島のサブリシン、それぞれ違う、それぞれ、はい、あの折を見てねコースでご案内しますから、はい、ありがとうございます。二郎さん、メンバー歴3年の方で3200円いただきました。ありがとうございます。先生、おめでとうと言いにくい年明けとなりました。今年もよろしくお願いします。我が家の神棚を大きいものに買い替えようと思うのですが、以前先生のおすすめの伊勢のお店の名前を忘れてしまい、もう一度教えていただきたいです。あと神社の、ご神札とお寺のご神札を一緒に祀っても良いのでしょうか。もしよろしければご教授くださいということですけども、伊勢の神棚屋さんは宮中という名前です。宮中ですね。お払い町にもありますし、下宮と内宮の間にも本店がありますので、よかったら、ね、お立ち寄りくださいませ。そして、神社のご神札とお寺のお札は一緒に祀っても問題ありません。まあ、気にせず一緒にですね、あ、神棚にあげていただいて大丈夫です。はい、次郎さんでした、ありがとうございます。そして次、竹竹さん、メンバー歴3年の方ですけど、あ、1万円いただきました、ありがとうございます。恐れ入ります。さっきからすごい額が飛び交ってますね。武田先生、折島さん、明けましておめでとうございます。楽しそうで何よりです。今年も楽しみに拝見させていただきます。初詣は近くの宇治神神社に上がりましたが、今週末に横浜つながりで神戸に、お伺いします。生田神社と伊佐崎神社にはお伺いする予定ですが、それ以外とおすすめの神社がありましたらお教えください。まあそうですね、神戸、まあ神戸でしたら生田神社、伊佐崎神社、おすすめの神社ってすごい、はい、そう、いや、この2箇所を押さえればかなりよろしいかと思いますので、はい、はい、竹竹さんでした、ありがとうございます。前向きの極みさん、無言でしょうか、8000円いただきました、ありがとうございます。痛み入ります。いやー、今日はもう盛り上げてくださいました、ありがとうございました。それで、あ、港川神社ね、そうですね、港川神社いいと思いますよ。大南高ね、そうですね、港川神社ぜひおいでいただければと思います。そうだ、港川神社の確か関係者の方が、はい、確か、あの旧虎ノ門ニュース、はいはい、随分ご覧になってるから、あ、そうなんですね、あ、そうですか、そうですか、あの私のことなんか一気にしてくださってるって、はい、あ、そうなんですね、井上和彦さんから伺った覚えがありまして、はいはい、というわけで、じゃあちょっともう名残惜しいですけども、時間が、はい、来ましたので、ここで切り替えをさせていただきまして、チャンネル会員の方は引き続きご覧いただきます。まあ、もしよろしければ、これを機にですね、チャンネル会員になっていただけたらありがたいです。というわけで、ここから大人の時間でございますので、あ、ご案内、ご案内、あ、すみません、はい、それではちょっとご案内をさせていただきます。
はい、武田チャンネルはチャンネル会員募集中でございます。まあ、いろいろありますけども、ニコニコファーストでやっておりますので、まあ良いところを選んでいただければと思います。でニコニコのチャンネル会員になっていただきますと、生放送を毎回最後までご覧いただけますのと、過去動画ですね、過去の特番動画がもう何百本もありますけど全部ご覧いただけます。で会員向け動画ですけども、山ほどありますね、もう山ほどありますからね、はい、天皇と仏教とかもありますしね、昭和天皇論とかですね、憲法論とかですね、いろいろありますからね、教育中文もあります。よかったら遡ってご覧ください。そして YouTube は、チャンネル登録をお願いいたします。そして武田恒康チャンネル切り抜きチャンネルも、動いてますからね、よかったらこちらの方もご覧ください。そして武田学校、全283講義 YouTube 見て全編無料で公開中でございます。そして、聞く武田恒康チャンネルもあります。音声だけでお聞きの方はですね、データが軽いですからね、ボイシー、こちらの方もですねご活用くださいませ。そして全国で武田研究会開催中でございます。詳細、あ、ちょっと今日詳細がないな、これを、ね、よかったらお入れくださいませ。一人の人間が、はい、よくできますよね。あ、もういやいやいや、だってこれ今挙げられたの全部やった上に、はい、黒帯ラーメンでしょ、はい、黒帯ラーメン、それでダイヤモンドの買い付けでしょ、ダイヤモンドです、はい、で国際両替でしょ、はい、そうです、でご執筆でしょ、はい、で今年は古墳作るんですよ、もういい加減にしてくださいよもうあの今度株式会社前方後円墳って作るんですけど、全国であの古墳を前方後円墳をプロデュース今年はね最低5期やろうと思ってるんですけど、のぶたをプロデュースっていう番組は昔ありましたけどね、はい、古墳をプロデュース、そうです、だからあの1600年ぶりに全国に前方後円墳ができ始めて、多分1000年後の考古学者は第二次古墳時代という名前をつけるはずなんですよ、それちょっと今年もう何が狙いなんですか、もう全国の神社に前方後円墳を作って神社をサポートしようっていう、そういうプロジェクトですね、神社応援プロジェクトです。いやー、はい、夢がつきませんね。はい、もうやりこ、あ、武田古墳店、あ、いいですね名前ね、はい、ありがとうございます武田古墳店、古墳売ってるのうちだけですからねというわけで、じゃあここで切り替えをいたしますので、チャンネル会員の方は引き続き、ご覧くださいませ。というわけで、なんかご案内あったかな、そんなとこですかね、はい、じゃあこれで切り替えさせていただきます。それでは、あ、スーパーチャットもう一件、はい、また、はい、はい、スーパーチャット、あ、前向きの極みさん、またいただけたんですか、あれ、うわ、え、もう一個来てないよ、すごいな、来てないよ、あ、じゃあ武田さん一件だけ告知させていただいてもよろしいですか、せっかくお邪魔したんで、はいはい、あのライブなんですけどね、はい、あの今日の放送でもしですね、配信でですね、私初めて、お前初めて見たよっていう視聴者の方いらっしゃったらですね、よかったらライブに遊びに来てください。今月の2月、あ、今月じゃない、来月の2月22日、今日は1月11日で1並びですけど、うん、来月ちょうど2並び、2月の22日ですね、はい、東京新宿2丁目にございます、うん、アイソートープラウンジという、うんうん、ライブハウスで私が2ヶ月に一度のペースで、定期開催しております独演会ライブ、折島一平エンドレスライブ狂気の沙汰も客次第という、やってますんで、これ私が漫才ではなくピンでやってるライブです、うんうん、ゲスト今のところ未定なんですけど、お楽しみということで、はい、木曜日19時午後7時の開演でございます。これ行きたい方はどうしたらいいんですか、日を楽しむと書いて新宿道楽亭でご検索の上ご予約は受けたまっております。ちなみにこちら打ち上げもよろしかったらご参加いただけるライブなんで、すごい、はい、心よりお待ち申し上げております。これを機会にどうぞご贔屓のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。素晴らしい、行きますって人結構、ね、ありがとうございます、はい、お待ちしてますよ、はい、あれ、どれを読めばいいんですか、前向きの極みさん、はい、そうです、追加で3200円いただいた、あ、1万2200円になりましたねありが無言ですけどありがとうございます、はい、すごいな、もうなんかもう盛り上がってきたところですけど、額が違いますね、あ、もうね、ありがたいことに、いやー、はい、すごい、ではここで切り替えをさせていただきます。ここまでご視聴くださいまして誠にありがとうございました。チャンネル会員の方は引き続きご視聴いただきます。ありがとうございました。それではここまでありがとうございました。はい、というわけでここからは大人の時間でございますそうですか、もう今まで十分、もうなんか、はい、いやーもう、一応あの10時半目標で、はい、ということになっておりますので、あ、もうちょっとありますか、ちょっとご飯食べますねご飯いただきます、ね、お話しながらだと、うん、つい熱が入っちゃって箸が止まっちゃって、もういやーもう盛り上がりましたね今日ね、いや話尽きないですね。あれ、あの夜のコーヒーの時どんな話しましたっけね。
覚えてる？私のあの弟子みたいな後輩がいて、はい、あのそいつの芸名をどういうふうに変遷させたかみたいな話をしましたね。ありましたね、ありましたね、あの、はい、大学までボクシングやってたやつだったっていうんで、あの名前をいろいろいじくったっていう話、はいはい、ありましたね、こジョブキアの前がいろいろあったんですよ。モハメド・ナシとかね、モハメド・ナシとかガッツ・イチモツとか、あと、あの長谷川・ホズミ・ペペとかですね、それからあの、あの薬師寺安栄さんっていうチャンピオンもいたでしょ、うん、昔、うん、あの辰吉さんに勝ったね、うん、薬師寺安栄じゃなくて法隆寺・カキクエとかね、いろいろね、そういう名前をつけてたんで、いろいろいや分からなくて当然だと思います。トカトカ式カツオじゃなくてメカ式カツオとかね、あのそういう無試験高校とかね、いろんな名前つけてたんですけど、それ全部別の人です。いやどういう同じ人かわいそうにお前もう古今亭新書みたいに、ね、もうしょっちゅう名前変えろっつって。そうですか、あ、うん、でもありがとうございます、うん、後輩の芸人っていえばあの、はい、あ武田さんにお送りしてるあの、はい、果物ですけど、果物、はいはい、あれ作ってる松尾アトム前派出所という男が長野県で、長野県ですね、はい、長野県の伊那の方でずっと農園やってるんですけど、はい